それでは式を進めていきたいと思います。連帯の挨拶を3名の方からお願いしたいと思います。労働弁護団の中村祐介弁護士お願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました日本労働弁護団事務局理事長の中村と申します。私から働き方改革一括公演についてお時間をいただき発言をいたします。先ほど国会議員の方々からご発言もありましたが、働き方改革一括公演の中に高度プロフェッショナル制度が盛り込まれています。ちょっと早口で噛んでしまうのでこうプロと訳しますが、この制度、この法案がですね、報道によれば来週23日にも、衆議院の厚労委員会で採決されようとしています。ところがですよ、そもそもこの法案の必要性が全くわからないですよ。厚労大臣十数人に聞いたと答弁したそうですが、何を考えてるんですか。それでニーズがあるって胸を張って言えるんですか。裁量労働制の調査データだって先ほど国会議員の方々からご発言ありましたが、問題があるデータがたくさん出てきて、調査データの2割に問題があったんですよね。法律を制定する根拠がガタガタじゃないですか。今日のヒアリングでも、残りのデータ9000件は正しいものだと言うけれども出さないと言っていると。立法の根拠はわからないで法案審議なんてできないですよ。で、100歩譲って必要性があると、そうだとしても中身がめちゃくちゃですよ。コープロの問題点は私たち日本労働弁護団でも何度も意見表明をしてきました。何度も言いますが、そもそも成果で評価するなんてどこにも書いていません。その上で法案には労働時間法制の適用を除外するということが書いてあります。労働時間、休日の原則の適用がない、残業や深夜残業、また休日残業をしても割増賃金は支払われない。休日は人の命と健康を守るために当たり前ですけれども必要なんです。割増賃金は会社が時間外労働を労働者に命令することを抑制するために会社に対するペナルティーとして課され、他方そのペナルティーは時間外労働した労働者に対する補償として支払われるのです。これらの労働者の命と健康に関わる趣旨を持つ労働基準法の法規制を全て適用除外としているんです。こんなの許していいんですか。また休日については4週で4日付与しなければならないと書いていますけれども、裏を返せば24日は連続で働かせてもいいんですよ。インターバル規制だって4つある措置義務のうちの1つに過ぎません。それが選択されなければ24日24時間連続毎日働かせても違法ではないんです。そんなこと土台無理ですよ。法案では理屈上は問題ないと言って等しいです。残業規制もない、休日規制も甘い。コープロの対象労働者は長時間労働になるに決まってるじゃないですか。働き過ぎになって過労死、過労致死された方のニュース何件も報道されてるじゃないですか。昨日も2件報道されました。過労には年収も職務も関係ないですよ。年収要件、これだって法案にはざっくりと基準平均賃金の3倍としか書いていません。あとは省令に丸投げです。今やの国会情勢だと強行採決を連発すれば3という数字をすぐ2に変えたりできるじゃないですか。経団連が約10年前に今の高校と同じようなホワイトカラーエグゼンプションを提案した時の年収要件400万円ですよ。労働者の多くが該当してしまいます。高収入の人が対象だから関係ないなんて流暢に構えていられないですよ。また欠勤工事されて実年収が下がっても年収見込みが基準を超えれば適用対象になるということが指摘されています。そうなると年収要件なんて絵に描いた餅ですよ。
でも職務要件があるじゃないかと言われる向きもあるかもしれません。職務要件だって法案には抽象的なことしか書いてなくて、あとはまた省令に丸投げですよ。国会で審議しないんですよ。そんなの許すっていいんですか。昨日私たち日本労働弁護団では過労死家族の会の方々、また過労死弁護団の方々と共同で記者会見を行いました。この共同声明はホームページで公表しております。記者会見場にいた人でも20人ぐらいいましたよ。十数人に聞いたんだったら、会見場にいた人たちの意見も聞いてほしい。20人なんて十数人聞いたんだからすぐ聞けるじゃないですか。僕は過労死家族の会の方々の発言を聞くたびに胸が締め付けられる思いがします。長時間労働に苦しみ命を落としてしまった、あるいは自ら命を絶ってしまった、そういう人たち、そのご家族の方々の言葉は私なんかが喋るよりも胸にきます。そんな過労死家族の会の方々のお話に政府与党は真摯に耳を傾けるべきではないでしょうか。昨日過労死家族の会の方々が強調されておられました。死んでからでは遅い、一度亡くなってしまった命は元に戻らない。この声を聞いて私は何も感じないられません。皆さんどうでしょうか。コープロ導入していいでしょうか。この政権になっていくのとなく真摯な議論がなされず採決の強行がされてきました。今回もそうしようとしています。今回は人の、あなたの家族の命と健康に関わる問題です。私たち日本労働弁護団では19日土曜日15時からここで国家内行動を行います。また22日18時半から日比谷野外音楽堂で集会を行い、その後国会請願でも行います。また今インターネットを使ってチェンジオルグというサイト において署名活動をしております。皆様ぜひご参加いただき、皆さんで力を合わせて働く者の切磋琢磨の声を国会に届けましょう。コープロ制廃炎に向けて共に頑張りましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして埼玉から渡辺正成さんです。お願いします。こんばんは。ご紹介いただきました渡辺です。私は地元でいろんな取り組みしていて、確実に今町の、ね、声が変化しているということを実感しています。私たちは毎週金曜日のお昼休みに浦和駅前で宣伝行動をやっていますが、例えば先週はですね、こう準備をしているところにね、もう50代の男性の方が駆け寄ってきてですね、約20分間一生懸命お話しする、とにかく至ってるんですね。で最後に、こういう話はね、職場や友達には話できないんです、今日はいろいろと勉強になりました、ありがとうございますって書いていたんですね。そしたらすぐ次にこの70歳ぐらいの女性の方がやはり署名の机のところに来て、これ特に麻生さんに対する怒りはすごいものがありましたね。でどうして辞めさせることができないんで、一生懸命私とにかく安倍政権辞めさせようということで署名をして、一旦帰ったらまた戻ってきますね。ところで安倍さん辞めさせたら次誰が総理大臣になれるんだって、石破さん会とかいろいろ聞くんですよ。いやそうじゃないんです。今回は前回民主党が政権を取った時に市民団体が一緒になって作った政党、政権じゃなかったんでどうしても難しかった。でも今回はこの3000万署名を野党と市民と一緒になって取り組んで、絶対に3000万の署名が集まれば必ず市民が主人公の政治できるんですという話をしたら、あそうですねっていうことでなんと看板まで置いてきてくれたんですね。でこういう変化が本当に最近ですね実感して出てます。さて署名の前に実は埼玉では毎年10年間ぐらい憲法違憲広告っていうのを取り組んでます。今年はね、昨年より約300件近く協力者が増えまして、約7000人の方たちからね、こういう意見広告お金を提供いただきまして、新聞2面を買い取って、出すことができました。昨年を上回ったことは大変私たちも確信になっているところであります。もし憲法があと30年後100年今の憲法が持ったならこれを大事にしまっておいてね、30年前おじいちゃんやおばちゃんたちがこうやって頑張ったから今の憲法あるんだよ、平和な日本あるんだよ、これはきっと宝物になってお宝鑑定に出したらね相当値がつくと思いますので、
ぜひ皆さん捨てないで持っておいてください。さて埼玉は今この三千万市民はですね150万の目標を持って取り組んで、私どもの関係で集計しているのは約60万人、2000万署名の時は82万集めたので、そういう点ではまだね、非常に不十分ですけど、なんとしても5月中にはね、前回の到達を超えていきたいなと考えています。この埼玉を引っ張ってきてくれているのが労働組合の埼玉土建という職人さんの組合ですが、ここは前回16万の署名を集めたら、もうすでに今回18万、一つの組合で集めているんですね。でその先頭に立っている人が役員の人たちで、例えば飛び職人の70歳の男性の方はすでに1850人の署名を集めている。どうやってるか、孫のためにいつでも署名を持ったり、誰でも声をかけ、俺は特別なこと何もやってね、まあ、こういう人ですが、本当にすごいな。もう一人は70歳の河原職人の方ですけども、この人は自分はやっぱり体が動けないんで、毎日近くの駅に 2時間立つ、それですでに1500人以上の署名を集めているんですね。そしてお年寄りの方でとっても頑張って、私はよく言うんですけども、お年寄りはですね、経験もある、それから知恵もある、時間もある、ないのは金だけだ。でも金がなくても証明活動ができるということで、時にはカンパをくれたりするんですね。ですからお金がなくてもできる、本当にお年寄りの方たちに知恵や時間を使って頑張ってくれています。さて、今回は結構地域ローラー作戦ということで集めることもやられています。これにはね、あるやっぱり自分家の近所を中心に約800以上署名を集めた方の教訓に学んで、訪問活動4つの原則っていうのや、一つは尋ねるときに団体名は言わない、どこどこの何丁目の誰でですと、いつもお世話になりますってことをやると、ほとんどドアを開けてくれる。そしたら今度は2番目には署名の中身そのものを話す、そのものを話す。それから3つ目には意見が違ったら絶対論争しない、言い負かそうとしない、そうですね、また来ますと言って引き合う。で、最後はいつまでも絶対笑顔を絶やさない。この4原則でやると大体4件を持って3件は署名してくれるということですよ。で、それから若い新興住宅地の人たちは子供たちに、ね、今の日本の平和な日本を残してあげませんかって言ったら断る親は誰もいない、ほぼ 100% 署名する。そういうふうに実践の中でやっぱり学んだ様々な教訓をみんなに知らせながら引き続いてね、頑張っていきたい。だから埼玉では6月3日に初めてこの2年間に1万人集会、5回やってきましたが、初めて1万5000人集会に挑戦しようということで、埼玉弁護士会や連合埼玉、蔡労連、こういった労働組合や本体が本当に文字通りオール埼玉ということで今準備を進めています。必ず1万5000人ね、集めて成功させたいな。で、こういう市民と野党の運動を通じる中で、実は埼玉で先日とんでもない決議が議会でやられましてね、原発、再稼働促進決議、バカみたいなの。これは安倍さんが支えている日本会議のグループの議員たちの会社ですが、そういう中から、今市民運動の中からね、国政だけじゃなくて、来年の県会議員選挙もね、野党や候補者を統一して一緒にやろう、こういう声がすぐにあっちこっちから出てるんですね。そういう意味で今、草の運動は国政レベルから本当に末端の地域まで、本当に根を張ってですね、運動が発展して、このことを報告して、埼玉からの報告と期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後にセクハラの問題に抗議している女性団体から米山明子さんです。お願いします。皆さんこんばんは。階段、隠蔽、嘘とごまかしを重ねる安倍政権の怒りが高まる中で起きた今回の財務省トップのセクハラ問題、この問題だけ取ってみてももうアウトなんですけれども、今回この問題を通じて安倍政権のセクハラに関する認識と人権意識の欠如、日本社会の課題を明らかにしたと思います。同時にセクハラは許さない、女性議員をもっと増やそうと声を上げてきた女性や多くの市民の長年の戦いが新しい局面を切り開いてもきています。先ほど吉川議員からも紹介があったように、昨日政治分野における男女共同参画推進法、国会でも地方議会でも選挙で男女の候補者数を均等にするよう政党などに求める法律が全会一致で成立しました。やっと女性議員を増やしていこうというのが
法律として一歩を踏み出すことができました。日本の女性議員は未だに衆議院やあと都道府県議会でも約1割です。女性議員がいない議会もまだあります。安倍政権は口では女性の活躍をと言いながら改憲と女性蔑視の日本会議と一体になって潜在平等と人権尊重の取り組みを敵視してきました。その結果、男女平等の度合いを測るジェンダーギャップ指数、今日本は世界144カ国中114位まで落ち込んでいます。人権問題に真剣に取り組まない政権だからこそ、麻生大臣をはじめ閣僚や自民党の議員から繰り返しセクハラ擁護やセカンドレイプ、もう二次被害にもなるような人権侵害の暴言が繰り返されるのではないでしょうか。とりわけ監督者の立場にある麻生大臣の発言は許せません。セクハラ罪はないとか謝ればいいんでしょうと開き直る態度、また自民党の加藤議員が子供は3人以上など発言ですね。子供をね、いつ産む産まないか何を産むかは、ね、その当人が決める権利です。こういうことをね、平気で言っているのが日本の現状です。彼らの暴言は女性たちの怒りも呼び起こし、 Me Too、We Too、With You とクラスターを掲げながら、今国会内外でそして全国で安倍政権の怒りの行動へと広がっています。安倍救助会見後の30万署名を街頭で訴える中でも、まあ、こうして一緒にセクハラ のクラスターをや横断幕を掲げていると、セクハラ問題をやっている人たちとやっと会えた、一緒に何かやりたいと駆け寄ってきたり、頭に来る男性ももう男として恥ずかしいですと声かけてきます。で、安倍さん辞めさせたいと、ね、それで3000万署名も集まります。セクシャルハラスメントという概念、この言葉も女性たちが長年の戦いの中で獲得してきた言葉です。本人の気持ちに反する性的言動でその人の尊厳を傷つけ、生涯消えないトラウマとなる重大な人権侵害です。そのつもりはなかったと、こういう弁明も通用しません。このセクシャルハラスメントという言葉と戦いの中で、個人的な問題とされていたセクハラ問題、これを社会の問題として押し上げてきました。先週、私たち新日本婦人の会も専門家やメディアの現場の方たちと共に緊急のシンポジウムを開き、セクハラのない社会を作るための緊急提言も発表しました。今これをもって麻生大臣即刻辞任、安倍政権退陣を求め、また各政党や女性議員、女性団体、メディアに一斉に届けながら社会的合意を広げていきたいと思っています。この間、市民と野党の共同を進めていく中で、個人の尊厳と基本的人権の保障を基本理念に据えてきました。この流れを太く貫き、3000万署名をさらに広げ、一日も早く安倍政権退陣へと追い込んでいくために、皆さんと一緒に頑張って引き継いで共に頑張っていきましょう。こんばんは。県委員会の北村です。連日の行動にもかかわらず、お仕事の後お疲れのところ、今夜も約700名の方に集まっていただきました。本当にありがとうございます。マイクを持つと触れるべき課題、話したい課題はたくさんあるんですけども、先ほど主催者挨拶で高田さんも言われました、行動提起、具体的行動が1ヶ月間に15個もありますので
この説明だけで時間がかかりますので、早速具体的な行動の提起をさせていただきます。まず一つ目です。今、何人かの方からお話がありました。この間皆さんの協力で取り組ませていただいている安倍9条改憲の憲法を生かす全国統一署名ですが、5月3日に開催された憲法集会の場で現時点で集約数として1350万筆という報告がありました。この署名につきましては、5月末日31日までに届いた分につきましては、6月7日14時から衆議院第一会館国際会議室で国会の方に提出をさせていただきます。お手元にまだありましたら5月末日までに届くようによろしくお願いします。なお、これで最終締め切りではなくて、安倍を追い詰め改憲発議を諦めさせるためにも引き続き署名は取り組んでまいりますので、皆さんのこれまで以上のご協力ご活躍をよろしくお願いします。続いて集会等の具体的行動ですが、今日、15個記載された A4 の用紙を配らせていただいております。とにかくこれを見てください。覚えきれません、私も。その中で、少しでもいつもこれ持ってられればいいんですけども、今日集会があったかなと思われる方のためにですね、このように覚えていただければと思います。平日の行動は18時30分から、土日の行動は14時から。まずこれを覚えてください。平日は18時30分から、土日は14時から。そして次に覚えていただきたいのは、毎週木曜日は集会がある、行動がある。木曜日は、平日ですので18時30分、場所はここです。日にちで言いますと、来週の24日、31日、6月の7日、6月の14日、ここまでが木曜日の行動です。それからこの間取り組んできました19日行動はもちろんあります。5月19日土曜日ですので14時、6月19日火曜日ですので18時30分、どちらもこの場所です。これ分かりやすいんです。ここからはとにかく覚えていただくしかありません。大集会が3つあります。1つ目、5月26日土曜日、土曜日ですので14時から、チラウミ壊すな国会包囲行動、名称から国会包囲行動ですので国会周辺で行います。2つ目の大集会が6月5日火曜日、平日ですので18時30分、場所が日比谷野音になります。こちらもチラシを配らせていただきました。オスプレイ飛ばすな 6.5 首都圏行動。そして大集会のまとめとして、6月10日日曜日、お手元の用紙には詳細未定となっていますが発表します。時間は日曜日ですので14時です。そのように覚えていただければと思います。場所は国会正門前となっておりますので、ぜひ皆さんの参加はもちろんですけども、お仲間を誘ってですね、土日は来ていただけたらと思います。もちろんこの他にも情勢に合わせて、刻々と変わるかもしれません。市民アクションのホームページなどで最新の情報をご覧ください。また、ホームページなどなかなかご覧に なれない方は19日行動、木曜行動に来ていただければ、ここで誰かが発表しますので、それで次の行動へつなげてください。あと1ヶ月で、国会も閉会と言われております。まずこの1ヶ月みんなで頑張りましょう。ありがとうございました。渡辺さんから教えていただいた署名の時での4つのことと今のこと、地下鉄に乗るまでに隣の人と復唱しながら言っていただいて、ぜひ覚えて帰っていただきたいと思います。よろしくお願いします。では最後のコールを山本さんお願いします。セクハラ許すな、セクハラ許すな、女性蔑視絶対許すな、女性蔑視絶対許すな、女性蔑視絶対許すな。
対許すな。女性の人権抑圧するな。女性の人権抑圧するな。女性の人権抑圧するな。セクハラ許すな。セクハラ許すな。人権壊すな。人権壊すな。人権壊すな。命を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 壊すな。生活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 壊すな。未来を壊すな。未来を壊すな。未来を壊すな。憲法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 を壊す総理はいらない。憲法を壊す総理はいらない。セクハラ暴言容認するな。セクハラ暴言容認するな。麻生大臣今すぐやめろ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 。今すぐ謝罪。今すぐ謝罪。今すぐ辞任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 。安倍首相の責任重大。安倍首相の責任重大。安倍首相の責任重大。今すぐ退陣。今すぐ退陣。今すぐ退陣。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 憲法を壊すな。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 政治を変えよう。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 憲法を壊す総理はいらない。憲法を壊す総理はいらない。憲法を壊す総理はいらない。今すぐ退陣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 。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 追いかけ疑惑徹底追及。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 嘘をつくな。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 解散するな。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 隠蔽するな。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 国有財産私物化するな。国家権力私物化するな。国家権力私物化するな。国有財産私物化するな。国有財産私物化するな。国家権力私物化するな。国家権力私物化するな。今すぐ退陣。今すぐ退陣。今すぐ退陣。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 安倍政権打倒に向け共に頑張ろう。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 ありがとうございました。ありがとうございました。これをしまして今日の国会前講堂を終了いたします。ありがとうございました。よろしくお願いください。ありがとうございます。すみません。はい、お待ちでした。